こんにちは、コンビニュース。私もね、大企業、大手メーカー勤務5年目を迎え始めて、まあ大体1ヶ月が経ったんですけれども、まあなかなか厳しいですね。だいぶ前に大企業総合職とは何ぞやみたいな感じのですね、動画を出したんですけれども、やっぱ大企業総合職に対して求められる能力みたいなものが、なんか割とインフレしてきてる感があってですね、働くのって辛いなーって、この1ヶ月にしてすごく思ってしまったので、ちょっと話させてください。で、まあ大企業総合職辛いなって思ったきっかけはですね、まあ給料日なんですよね、今日。で、なんだかんだね、ジョブ型とか言いつつ、昇給はあったんで、まあ今年の手取りいくらかな、みたいな感じで、まあ毎年この時期って楽しみにしてるんですけど、でもなんかあんま、手取りがですね、まあ3月と、まあ今月4月で、まあ正味全然変わってなくてですね、いや、マジかっていう感じですね。はい。なんか、明らかにでもないんですが、やる業務とかはね、多くなってきてるんですね。やっぱり年次を重ねるにつれ、できることって増えていきますから、まあ雑用から始まり、メインのね、私だと研究開発職なんで、研究テーマとかがあって、まあちょっともりもりやっていくっていうところで、まあタスクはどんどん増えていく方向にあるんですけれども、それに応じて賃金が間に合ってないかなっていうのが率直な感想ででして、まあ今月の手取りっていうか振込額を見てですね、ちょっとげんなりしてしまいましたね。いや、なんか大手メーカーなんですけど、やっぱなんか出世競争みたいなバチバチした表だったものは全然なくて、まあ基本的にみんな協力してやっていこうっていう感じなんですけど、やっぱりね、部内とか本部レベルで使えるお金って決まってるんで、相対評価が基本になってくるんですよね。だから優秀な同期とか同僚とバトルしていくっていうところにですね、そういう環境に身を置かざるを得ないっていう感じがありますんで、まあ、給料をね、上げていきたいって考えると、やっぱこう、自分にできることを増やしていくとか、圧倒的なアウトプットを出していくみたいなことをやっていかなきゃいけないわけですね。そうじゃないともう標準的なこう、賃金の上昇カーブに乗っちゃうんで、ああ、なんか、割に合わなくね、みたいな愚痴が若干出てくるかなっていうところはあるんですけれども。まあ、ともあれですね、給与の振込額を見てですね、ちょっと、すごくげんなりしてしまったっていう感じですね。まあ、総合職、本当にいろんな仕事をやることになっていて、まあ、研究開発職で行くと、自分の研究開発に必要な知識とか、専門性みたいなものは勉強していくのと、まあ、しっかりね、アウトプットを出していくっていうのは、まあ、ここはもうほぼマストとしちゃって、プラスアルファでね、関連法規制とかね、標準的な仕事の流れみたいなのがあるんですけど、そういうのに対して、まあ、しっかり理解して、まあ、理解するのは当然として、業務を遂行していかなければならないとかですね。まあ、あとは最近ですと、学び直しというかね、リスキリングみたいな概念がすごく 上積みだけね、広まってきていてね、みんな勉強してキャリアアップしていこうぜ、みたいな流れがあるんですね。なので、まあ、特にですね、まあ、英語に対する期待というか、まあ、英語をちゃんとやれよみたいなのでですね。まあ、英語の勉強をやらなきゃいけなかったり、やらなきゃいけなかったりっていうのはちょっとなんかネガティブな言い方で良くないんですけれども、英語の勉強をする必要があったりですとか、まあ、他にもね、メーカーですと産業財産権とかね、っていうところが大事になってくるんで、知的財産系の勉強をしたりですとか、まあ、他にもね、いろいろね、派生していくと勉強する内容っていろいろあるんですけど、まあ、そういうのがね、年次を重ねるにつれ結構飽和していくような方向にあるんじゃないかなって感じてて、いや、大企業総合職結構、やべえなっていう、あれですよね。入社当初っていうか、新卒、就活時ぐらいの時は、あなたはこの会社で何をやりたいですの?みたいなのが、まあなんか問われると思っていて、そこに対する回答を自己分析とかを通して用意すると思うんですけど、まあ実際やりたいこととかできないっていうのは絶対ありますからね。結局なんか自分でこう予算を獲得して、なんか研究テーマみたいなのを作ったとしても、アウトプットを評価するのは、まあ上司側というかね、持っていくと事業部とかね、経営層みたいなところですから、何かしらのね、ニーズに沿ったような感じで、研究開発とかをやっていかなきゃいけないっていうところはありますからね、事実として。これ悪いっていう意味で言ってるわけではないんですけれども、まあ、そうやってね、誰かしらのニーズに応えることが仕事というか、価値につながっていくっていうところはあるので、ここはまあ、抑えておくべきとは思うんですけれども、まあ、基本的にね、やりたいことはやれないっていうのが、
まあありますね。うん。限りなくやりたいことに近しい何かみたいな持っていき方はできると思うんですけれども、やっぱりね、社会をやっていくっていうのはそういう自分の妥協点を見極めるっていうこともあるので、まあなんか高い理想を持ってる人はこの辺のギャップって結構苦しいんだろうなと思いますね。特にこう、周りの調子を伺いながら仕事を進めていく大企業の文化っていうところは、まああんまそぐわないのかなっていうところはありますね。まああと仕事は選べないっていうところで、まあ自分がこう学んでいきたいなというか、キャリアとして歩んでいきたいなっていうキャリアとは必ずしも一致しない方向にこう進んでいくケースっていうのも、まあ全然あるんですね。大企業総合職の場合。やっぱなんかこう、総合職っていう、もうその定義というか前提からそうなんですけど、もう総合的な仕事をしていくことがあるんですね。あるんですねというか、もうそれが当たり前なので、必ずね、自分やりたくないなっていうことは、もう、まあ、主体的に学んでいかなければいけないところもあってですね。まあ、その代わりに高い給料が得られているというところはあると思うんですけど、やっぱね、そういうところはありますよね。研究開発って言っても深掘っていくだけの作業じゃなくて、単一の評価とか、なんか実験してデータまとめるぐらいなら、もう最近コストカットも結構厳しくなってきてますからね。人件費削減とか厳しくなってきてるんで、もうなんかすごいひどい言い方なんですけど、派遣の人にそういうのはやらせておいて、もっとなんか総合職の人というか正社員の人は上流のことをやって、もっと頭使っていろいろやれよみたいな雰囲気になってるのかなと、まあ、全体的な流れを見てて思うので、そういうところは結構厳しい感じになってきたなっていう思いがありますね。やっぱこういう最初に言ったんですけど、なんて言うんですかね。なんかお金稼ぐのってしんどいなっていうのがめちゃくちゃ ありますね。なんか虚しくなってきますね。毎月この時期になって、給料踏まり込まれて、なんか土日とかも削って、勉強して、やって、ああ、食らいついていってこんなもんか、みたいな感じで、なんかこの先の10年後とか20年後とか見据えると、なんか結構気が遠くなるというか、心折れちゃわないかなっていうのがすごい不安としてありますよね。なんかやっぱ同期とか同僚とか見てると、守るべきものというか頑張る理由みたいなのがみんなあっていいなって思いながら、まあワイも頑張って毎日働いてるんですけど、そこが心配ですね。なんか、ワイどっかで心折れるんじゃないかな、みたいな。それがちょっと心配ですね。なんか、強制的にね、例えばお子さんがいるとか、なんか、守るべき家族がある、家庭があるとか、まあ、その他ね、頑張っていきたい、なんか、趣味とか創作活動みたいなのは、大事にしていきたいものがあるみたいなのがあれば、なんか、頑張れるかな、みたいなのはあるんですけど、ちょっと現状ですね。まあ、これまでちょっと人生を適当にやってきた、スケート、思ってるんですけれども、そういう頑張れる理由みたいなのが、ワイはあんまり持ててないので、ちょっとそこの心が折れるっていうのが、大企業総合職、大手メーカー正社員として働いてて、すごく不安っていうのはありますね。なんかむずいっすね。自立するっていうのもなかなかね。ちょっとまあ、限界になったらこのチャンネルで、なんか 退職 Vlog みたいなのやろうと思うんで、ちょっとよろしくお願いします。